さ、先ほどの最初から3つで微妙にこのステップの入りというものが変わってきます。でまずはストレートアームスイングですけども、じゃあステップをちょっとしてもらってますか。ステップのところまで、ここね、そのステップ入っていくんですけども、もう少し足幅広げて普通のジャンプの時、はい、ストレートアームの時はこの足が、この足のラインが先ほども言ったようにまっすぐ上げてまっすぐ、体の粘体あまり使わないスイングですので、ネットに対してほぼ正体に入っていくっていうのがステップの、特徴となります。で、先ほども言ったようにただ指導者の先生方にはそういうステップとスイングの打ち方があって、そのスイングの特徴がどういったもので、どういう打ち方をすれば、いいのか、どういう正解なのか、それを知識として頭に入れておいていただくだけでも指導の幅が広がると思いますので、体の捻転を使う、上半身の捻転を使うということが一番大切です。でこの捻転を使ってその力をポイント手にヒットして伝えていくっていうものはこの後のドリルでまたやっていきたいと思いますので、当然スパイクというものは、横方向に助走してきたものを縦方向に力を変えるという動作ですので、当然こちらのスピードが速ければ、速くてそれをうまく縦方向に変換することができればこの横のスピードというものは非常に、有利なものになってきます。しかし、ジュニアの子たち、子どもたちというものは当然まだ筋力というものは非常に強くないですし、体幹まだ弱いですし、自分のスピードでじゃあ全速力で 100m 走を走るような全速力で走ってきてしまえば当然自分のステップのでは耐えきれず前に飛んでしまう。これは当然考えられることですね。ですので、子どもたちに対して指導するときは腕の振りに関しましては、じゃあ後でモデルさんにもやってもらいますけど、ただ大きければいいのか、まあ一般的にやはり大きいバックスイング、このスイングっていうのは、やはり大きなジャンプを生むように感じる部分もあると思うんですけども、例えば体幹の弱い選手なんかっていうのは大きく振ってもこれを戻って縦方向の力に変換できなければただの力をロスしてしまう手の振りにしかなりません。力をロスしてしまう手の振りにしかなりません。反ったものを当然返してきて力強いスパイクというものを打っていくんですけども、中学生、まあ、ジュニアの子たちでも、指導させてもらって非常に多いのはですね、テイクバックで反ったところまでは非常に素晴らしい形なんですけども、ここからやはり体幹が弱くて返ってこなくてお腹が出てしまってボールに力が伝わって返ってこない状態で叩いてしまうっていう選手が非常に、多いです。今のはいいですね。体の前に叩いてますね。はい、 OK です。ということを、意識していただきたいと思います。でよくですね、指導していると、私体軸の体の軸の前で打ってるんですけど力が乗らないんですっていう子がたくさんいるんですけども、そういう子たちはテイクバックしてスイングした時に今ストレート
スイング、肘から上、手首だけとこう順序立てて部分分けてきましたけれども、壁打ちが、しっかりとした練習になってない子どもたちを見ていると、スイングするときにですね、肘が下がってしまってこういう壁打ちをしてしまってるんですね。そうするとボールは返ってくるんですけども、実際のスパイクでは肘は高く上げなきゃいけない、スイングのポイントと違うっていうような壁打ちの練習をしている子が非常に多いですね。なので、今部位ごとに分けてやりましたけど、肘の位置と最後のステップ、スナップ、これをしっかり意識した壁打ちをすることによって、実際のスパイクに即した壁打ちになると思いますので、そこら辺りを意識してもらって、次は壁打ちの応用のドリルをやっていきたいと思いますので、そちらにつなげてもらえればいいと思います。はい、ありがとうございます。今打っていただいたように、体の向きと、クロスをして打つという動作は非常に、難しいですね。でなおかつそれを空中のジャンプ動作中に行わなければいけませんので、非常に高度な技術の要する技術となると思います。しかも、こちら側ストレートのもちろんラインがありますので、そのラインにギリギリ打っていくということはかなりの技術が必要なんですけれども、こういった壁打ちの中で、自分のストレートのラインをどこっていうのを意識しながら今打っていただいたように打っていって、そうすることによって、実際ジャンプした時にも同じ動作ができるような形になりますので、大事なことは実戦に結びつけるということですので、壁打ちの中で今やったクロス打ち、ストレート打ち、1人の体の中でもこれだけの幅でスパイクのポイントというのはありますので、それを壁打ちの中で自分で身につけることによって、実際ジャンプした時にこれだけの幅でスパイクコースを打てるようになりますと、まず1枚のブロックでは引っかからないようなスパイクが打てるようになると思いますので、まず1枚のブロックでは引っかからないようなスパイクが打てるようになると思いますので、先ほど、練習メニューとして壁打ちをやりまして、今度は実際のジャンプスパイクに動作に移っていくんですけども、その前に、選手たちにですね、伝えてほしいというか、スパイクにおいての考え方の思考の変化というところで、3つポイントをお話ししたいと思います。子供たちを実際ネットに近づけてあげて、こういう風に手を伸ばしてネットと自分の手の高さとの、身長が小さい選手、先ほど言ったようにやはりネットが近くなりますとどうしてもネットに当たったりかかったりすることが多いと思います。しかしスパイクというものはやっぱり意識的にこう鋭角に打つという意識がどうしても強いのも事実だと思います。ですので、まずは普通に近いトスで、鋭角に打つような意識でスパイクを打ってもらった後に、今度は、最後はスパイクはもちろん、バレーボールの動作の中でスパイクをポイントを取るっていう得点を取ることが非常に可能性が高い、プレーとなるんですが、あえて、子どもたちに教えていただきたいのは、スパイクというものはポイントを取るだけが、スパイクではなくて、例えばリバウンドでもらってみるとか、無理をしないプレーというものもスパイク動作のプレーの、一つということをしっかり選手たちに教えてあげてほしいと思います。はい、ではですね、実際の、スパイク練習メニューに入っていきたいと思います。今日はですね、1人の、選手を使ったスパイクメニュードリルを、紹介していきたいと思います。ではですね、続いて、ゲームの動きに即した、ドリルということで、最初にやった一歩助走を3本連続で打つというスパイク練習をしたいと思います。このドリルの意図としては、当然試合中に、打って下がって打って下がってという、前後の運動が入ってきますので、それを、意図的にやらせることによってゲームの中でもスムーズな動きを作るという意味で、このドリルを行います。はい、下がって、はい、下がって、バックアタックを打つことによって、バックアタックというのは、後ろから飛んで当然前にジャンプするという、フロントでジャンプするときとはちょっとジャンプの種類が変わりますので、その
後ろから前に飛ぶ運、力を使って体を屈曲して捻転の動作をしっかり使いやすいという利点もありますので、強いスパイクをバックスパイクでバックアタックで打つ必要はありませんので、体の屈曲の使い方、軌道をどういう軌道で打つかということを意識しながら、バックアタックを打っていきたいと思います。ボールが、エンドラインを越えてしまってもこの練習では構いません。ボールをコートにインさせることよりも体の使い方と軌道を意識させることですので、しっかりそこを意識して、見てあげてください。いきます。はい、はい、このディスクでは、実際のスパイク練習ではなくですね、トレーニングで、より強いスパイクを打てるような、メニューを組んだトレーニング方法をご紹介していきたいと思います。トレーニングに関して、考え方理論で言いますと、トレーニングというのはもちろん筋力を大きくしたり太くしたりすることも必要なんですけれども、トレーニングをやる意味というのは、当然バレーボールが上手になる、それにつなげるトレーニングをやるということが必要です。大にしてトレーニングをやらせてガンガンきついトレーニングだけをやらせてしまって、それで満足している、指導者の方というのはたくさんいらっしゃるのも事実だと思います。いかにしてですね、そのトレーニングをプレーにつなげるかということが非常に大切になってきますので、そのあたりをトレーニングをしながら、指導していきたいと思います。トレーニングの考え方として使う部位、として、大切にしていただきたいのは、やはりバレーボールは最初、スパイク動作などにも入ってきますように、この体幹の軸というものが非常に大切です。ですのでまず一つ目に関しては体幹の軸、特に上半身と下半身をスパイク動作、ジャンプ動作などでつなげる連結のこの下腹部の、力の入れ方、これは、しっかり意識をしていただいて、必要が、これは大事なところだと思います。2つ目は、ドリルもたくさん入ってきますけども、スパイクジャンプの時の動作として、股関節をしっかり屈曲させて飛ぶ、お尻のヒップの大きなドライブを使って飛ぶという話をしましたけども、この大臀筋をしっかり意識させたトレーニングというものを、ドリルの中でもたくさん入れていきたいと思いますので、もちろん、昔からやっているようなこういうスクワットで四頭筋をしっかり使うというものと合わせてですね、いろんなものとベーシックなものと合わせて、使っていただければより効果的だと思いますので、そういったものを、ご紹介していきたいと思います。次のトレーニングはいよいよ最後のジャンプで大臀筋、大きなお尻を使うという話をしましたけど、いよいよそこに入っていきたいと思います。やることは股関節の屈曲、この動作を使ってジャンプしていきます。で、意識していただきたいのはずっと言っているように膝がつま先よりも前に出ない、その状態を作ってあげて股関節をお尻をグッと突き出すような動作で、なおかつ上半身は当然前傾はするんですけども、こういうふうに 前がかりにならないようにしっかり胸を張ってお腹の力をしっかり入れた状態でお尻を突き出して、なおかつ膝がつま先より前に出ない状態、この状態を作ってジャンプしていきます。ではやっていきたいと思います。じゃあ構えて、腰は手で構いません。はい、いきます。はい、いきましょう。はい、もう一回。はい、行きます。はい、行きます。はい、ストップです。彼女たちも、女子の選手でまだお尻の力が弱いので、どうしてもこの状態から蹴った時にですね、最終的にバシーンとこうスキーのジャンプの選手のような完全身体がまだできていません。ですので、ジャンプがどうしてもちっちゃくなってしまいます。これは最初にジュニアの子たちにも見られる傾向だと思いますので、先生方はそれを意識して最後は屈曲したものが完全に
伸びきる、1枚の板としてピンと伸びきるような、ことを意識させて見てあげてください。ではもう1回続けて最後しっかり伸ばすところまでいきましょう。いきます。はい、ストップポジションを取ってください。はい、いきます。はい、しっかりもっと蹴ってまっすぐ、はい、はい、いきます。はい、いきます。 OK です。